バルバラシェット、バルバラシェット、バーバラショット、1976年3月10日帯は、オーストリアインスブルック出身の元女子、プロテニス選手。当時の女子テニス選手として、世界ランキングの最高順位を記録したで、シングルス7位、ダブルス8位に入り、単腹とも、世界トップ10入りを果たした選手である。 身長 176cm、体重 67kg、右利き、バックハンドストロークは両手打ち。WTA ツアーでシングルス3勝、ダブルス10勝を挙げた。日本語メディアでは名前だけ、英語読みを用いたバーバラシェットの表記も見られる。1992年にプロ入り。1993年から女子テニス国別対抗戦。 ヘッドカップのオーストリア代表選手になり、2004年まで12年連続出場を果たす。シェットは1994年の全豪オープンで4大大会にデビューし、同年の全仏オープンから本戦に直接出場したが、この年は唯一の出場となったジャパンオープンの準々決勝で第1シードのダテコに敗れたことがある。1996年、シェットは 初めて全豪オープンで4回戦に進出し、7月第3週にイタリアパレルモ大会でシングルスダブルスの両部門に初優勝を果たす。これがバルバラシェットの女子ツアー大会初優勝で両方とも初めてのタイトル獲得であった。1997年8月に地元オーストリアのマリア・ランコビッツ大会でシングルス2勝目を挙げる。1999年 シェットはシングルスで多くの好成績を出し、全豪オープン4回戦、全仏オープン3回戦、ウィンブルドン4回戦進出に続いて、全米オープンベスト8進出で4大大会のシングルス自己最高を伊佐を出した。この準々決勝で第12シードのシェットは、第3シードのビーナス・ウィリアムズに4から6、3から6で敗れた。全米オープン八強進出の後、 シェットはシングルスで自己最高の世界ランキング7位に入り、初めての世界トップ10入りを果たした。オーストリアの女子テニス選手が世界トップ10位に入ったのは、1996年に10位まで到達したバルバラ・パウルス以来2人目であった。1999年11月、シェットは世界ランキング上位16名だけが参加できる、女子ツアー年間最終戦。 チェイス選手権に出場権を得て、ブイ・ウィリアムズとの2回戦まで進出したが、彼女がこの大会に参加できたのは一度だけだった。2000年には、シェットは全豪オープンで3年連続4度目の4回戦進出があり、全仏オープンでも初めての4回戦に進んだ後、シドニー五輪にもオーストリア代表選手として出場した。オリンピックでは、 女子シングルスでベスト8に入り、準々決勝で、ロシア代表のエレーナ・デメンチェワに6から2、2から6、1から6の逆転で敗れた。しかし、年末の最終ランキングが20位台に落ちたため、シェットは、ジェイス選手権の出場権を逃した。2001年の全豪オープンで、バルバラ・シェットは混合ダブルス部門で、女子はイーグル・オーストラリアとペアを組み、 初めて4大,大大会の決勝戦に勝ち進む。混合ダブルス決勝で、シェットとイーグルの組は、エリス・フェレーラ、南アフリカコリーナ・モラリュー、アメリカ組1から6、3から6で敗れて、準優勝になった。2001年全仏オープンで、シェットは1回戦で、第2シードのビーナス・ウィリアムズを6から4、6から4のストレートで破ったが、2年連続進出となった4回戦で、 第14シードのジュスティーン・ウェナンに3から6、4から6で敗れた。バルバラ・シェットはフェドカップのオーストリア代表選手として2002年に世界上位8カ国のワールドグループでチームを最高成績の準決勝進出に導いた。初めてのフェド杯準決勝でオーストリアはスペインに2勝3敗で敗れたが、シェットはシングルス第3試合でコンチタ・マルティネスを破っている。 2004年にオーストリアは2年ぶり2度目の準決勝に進出し、シェットは準々決勝の対アメリカ戦で、出場3試合全てに勝利したが、続く準決勝のロシア戦に、シェットが出場できず、オーストリアはロシアに5戦全敗で敗れてしまった。シェットは、フェードカップのオーストリア代表選手として、チーム歴代2位の30勝18敗、シングルス19勝13敗。 ダブルス11勝5敗の成績を残した。シェットは2005年全豪オープンを最後に28歳で現役を引退した。2006年8月、シェットは国際テニス連盟からテニスに貢献した選手の賞、アワーズ・フォー・セルビセス・ツー・ザ・ゲイを授与された。一緒に選ばれた選手は総計13名で、その中にはジュジャケル・メツィ、ハンガリー、クルト・ニールセン、デンマーク、 カモキンナリ、日本、ジーナガリソン、アメリカ、アンナスマシュノワ、イスラエル、リンダーパエス、インドなどがいる。2007年7月、彼女は2001年全豪オープンの混合ダブルス、準友情パートナーだったと結婚した。2009年に長男を出産している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。